持ち上げてきて、これから入れようと思ったんですけど、これなんか絵みたいじゃないですか。目と鼻と口みたいな顔になってません？なんかおじさんの顔って感じしません？人面持ち、すごい。誰かに似てるの？誰かに似てますよね。誰だろう顔持ち投入いいなこれ、はい、お風呂に入ってるみたいじゃん。おじさんが豚骨スープの中で溺れてます。ミリミリランド、皆さんこんにちは、カタリストレーナです。セイラーユキです。今日は富士見台にやってきました。もつ鍋の自販機があるということで、鍋するというね自販機があるようで、そこではもつ鍋とかいろんな種類の鍋がね自販機で24時間買ってお家で食べることができるよということなので、そちらの方に行ってみたいと思います。はい、今日もミルリーでやってきました。ここは千川通りですね。千川通りですか。中野区の富士見台、はい、ここが一番ナベスル の、 その自販機が多いところだっていうところで、ね、都内に何箇所かあって、うん、この富士見台は3台置いてあるんですよね。そう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 、なのでね一番多いところで、まあはい、いろいろ選んでみたいなっていうことで来ました。どんなのがあるか楽しみです。はい、千川通りにここを渡って向こう側に行きます。青信号になったので行ってみましょう。ガソリンスタンドも通り過ぎていきます。ありましたね、ここですね。あ、本当だ、鍋する、美味しい鍋をご家庭でって書いてありますね。これめっちゃ目立つな。おあ、すごいいろんな種類があります。一番ね右は、あ、カニだって。そして地獄焼きホルモン、白味噌かき鍋、すごい、あのホームページにあったよりも種類が豊富な感じですね。ここら辺は鍋するのオリジナルなのかな。でこっちが無双鶏のトマト鍋とか元祖鍋もつ土手鍋、いろいろあります。アゴだし、あ、いろんな種類がある。なんかパンフレット、あ、パンフレットなんだ。電子マネーも使えるんですね。なるほどなるほど。ナナコとか、うんうんうん、スイカとかも使えるんだ。パスモとか、あ、本当ですね、これ便利。全部使えるんですね。商品は冷凍鍋ですと、うんうんうん、ご家庭での調理が必要となります。野菜などの具材は別途ご購入ください。なるほど、あと現金でも普通に買えるようになってますね。へえ、ね、交通系 ID 利用できます。あ、こんな感じで映像も流れてる。美味しそう、どれも美味しそうだな。どれもね、なんかそう迷っちゃいますよね。ここにある白味噌もつ鍋と甘口醤油もつ鍋とこの豚骨醤油もつ鍋が、はい、鍋するのオリジナルになってます。これが鍋するオリジナル、うん、で他のやつは提携してるお店屋さん、人気のお店屋さんのやつ、福岡とか、あ、本当だ、タイとか、ここに書いてありますね。こっちもね、はい、博多で、こっちは宮崎とか、本当だ、大阪とか、各地の鍋が食べられるんですね。いいですね、うん、すごいすごい。あ、これ東京なんだ。東京もありますね。へえ、いいですね。いや、いろんな種類があって面白いです。そう、僕が気になったのはこれですね、こってり濃厚豚骨醤油もつ鍋、うん、これちょっと買ってみたいと思います。商品を選んで電子マネーで買うときは商品を選んでマネーを選んでカードをタッチ。商品選びます。はい、商品選びました。で、ここでマネーを、うん、交通系IC。残高不足でした残念、残高不足。いくら入ってました今。2800円。あのレモンかき鍋、あ、これは買ってみましょう。じゃあまず、ね、今回2つ買ってみようって言ってたので、まずこれは現金で買いますか。
買います。はい、こっち。ゴンっつった。あ、こんな感じ、こんな感じ。あー、ほんとだ。すごい涼しいよ、中。中冷たいんですね。冷たい。めっちゃ冷たい。あー、鍋するゲット。冷凍なんすね。冷凍です、冷凍です。あ、もう一個、今度山行った時、みるみるランドの山、みるみるマウンテン行った時に鍋したいと思うんで、うん、もう一個買ってきます。ぜひ。あ、レイナさん、これがいいって言ってた。そう、このレモンかき鍋すごい気になってたんですよ。食べてみたい。濃厚ブランドガキと、そう、地魚つみれを海鮮だしで。海鮮だし超美味しそう。愛媛県ですね。愛媛県です。4番ですね。あ、このあれはタッチパネルなんだ。そうですね、はいはい。4番を選んで買う。チュリチュー。来た、出てきました。やった。お、ドンって来ましたね。あ、レモン入ってる。ダメする。冷たいですね。じゃあ持って帰って食べたいと思います。イエーイ。みるみるランド。鍋するなんですけども、美味しい鍋をご家庭でということで、鍋専用の自動販売機になってます。いろんな種類あるんですけども、鍋する特徴は、24時間稼働してますよと。非対面で安心して商品を買えますと。昼夜問わずですね、いつでもお買い求めていきますと。名店さながらの本格的な味を楽しめますよっていうのが特徴になってます。で、いろんなメディアで紹介されてまして、ガタガタ55さんもね、はい、レビューしてました。あと TBS テレビのラビットでも紹介されてます。でもほんとね、いろんな種類があるんですけど、どれも美味しそうです。で、鍋するですね、通販もやってるんですよ。なのでここでですね、お取り寄せすることもできます。で、設置場所なんですけど、主に東京都内ですね。今回うちらが行ったのがこの富士見台本店というところで、ここがね3台設置されているので、種類が一番豊富です。その他にも井の頭公園だとか豊玉、表参道とか原宿、新宿とか上野、中野とか、あと赤羽、大宮で。詳しい場所はですね、拡大地図を表示ってすると、それぞれ詳しい地図が出てきますので、興味ある方はね、ぜひ行ってみてください。まあ、遠方の方はね、直接行かなくても通販でお取り寄せができるので、全国各地の美味しい鍋をここで味わうことができます。みるみるランド。はい、ただいま事務所に戻ってきました。そしてこちらはですね、自然解凍をしながら持って帰ってきたもつ鍋の方です。今日はこれをゆきさんとお昼ご飯にいただこうと思います。そしてですね、こちらもう一つ柿鍋の方なんですけど、これは来週山に行った時、みるみるマウンテンに行った時に食べようと思いますので、で早速開封してみましょう。こちら、はい、今食べる方を開封してみようと思います。テープですね、ちゃんと簡単にばらけないようにちゃんとテープが貼ってあります、うん、そうですよね、あの自販機だからゴロンって結構重量ありますね、これは、うん、最初に出てきたのがこちらスープですね、もつ鍋。結構この濃い濃厚なやつが入ってます。はい、250g って書いてある。で、これが締めの麺かな。麺ですね、うん、ちょっと解凍、こっちは解凍されつつあるって感じ。こっちはまた白い、うん、そして最後じゃない、あ、まだ全然カチコチ。これがもつですね。これはごまですね。白ごまも入ってました、で、それからさらに、なんかいろいろ入ってんだね。すごいですね、はい。フライドガーリックかな。で、こっちが鷹の爪。ガーリック、うんうん、鷹の爪、うん、で、最後にこちらね、鍋するのもつ煮の作り方、2人前ってことで、美味しい作り方が、はい、あ、ちゃんと書いてある。あ、ねえ、間違えてる、私たちキャベツだった。白菜買ってきましたねいいです、ついてきもあります。あ、キャベツなんだ。キャベツって書いてありましたね。で、キャベツ、ニラ、笹がきごぼう、これね、書いてない。で、お豆腐で、ネギ買いました。あと、きのこ買いました。なので、こういうの入れていこうと思います。ということで、これ見ながらこちらの具材と買ってきた具材を合わせて美味しいお鍋作っていきたいと思います。みるみるランド。はい、ではこちらのスープ、そして麺、それからこのもつですね、流水解凍ということだったので、この中に全部入れて流水解凍していきます。
結構冷たいし重量もありますね、うん、でこれをやっている間にこちらのねネギとか入れていく具材切っていきたいと思います。750もつ鍋スープですね。これはですね、豚骨醤油もつ鍋スープです、はい、でちゃんとね、解凍したから液体状になってます、うん、さっきまで凍ってたけど。おお、すごい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 濃いね。濃い、濃厚。色がもつもね、だいぶ解凍されてプニプニになってきました。豆乳、あ、結構くっついてる、まだ脂肪だから。なんかもういい匂いしてきたねそうですね、茶化で中火ですね。はい、中火にしました。煮立ってきましたね。煮立ってきました。今日は絹ごしが食べたかったから絹ごしにしちゃいました。キャベツって書いてあったけど、どちらは今回白菜です。定番は多分キャベツなんでしょうね、書いてあるぐらいだから。いや、お腹空いてきましたね。ね、なんかもうこの中がラーメン屋さんみたいないい匂いになってるんですよね、ずっと。豚骨の匂いが。豚骨すごいですね。ニラは最後って書いてあったね。うんうん。ニラ最後にしましょう。ネギも入れましょう。ネギさん。ニラ入れていきたいと思います。このニラをストレートラインで入れたい。ゆきさん結構映え大事にする割にこういうなんか細かい作業は嫌だからあまりやらないですよね。やんないですね。映えるの分かっててもちょっと面倒くさいみたいな、はい、なのでここはお料理好きな私の担当です。ごま豆乳、結構ね油が強いからこのお鍋は唐辛子入れても全然余裕だと思います、うん、だんだんなんか見た目が良くなってきますね。ね、フライドガーリック、うわいいじゃんいいじゃん、はい、こんな感じで。本当はね、お豆腐もう一回いけるかな。お豆腐を上に乗っけて、お豆腐も見せたかった。よいしょ。できましたね。はい、完成です。じゃあちょっとお酒飲みながら、はい、ちょっと昼間からなんですが、忘年会ですね。忘年会ですね。本当レモンサワーいただきます。はい、私はね、会社にあったこれ芋焼酎ですね。いただきます。いいっすね、このシワシワ感ね。レモンサワーも美味しいですよね。特にこのもつ鍋すっきりしそう。はい、では乾杯。いただきます。いただきます。わー、美味しい、塩。いや、いいっすね、うん、この匂い、もう待ちきれないですね。いただきましょう。いただきましょう。結構ね、このお汁もスープもたっぷりあるから安心して食べられる。締めの時にスープなくなっちゃったら結構ショックじゃないですか。あ、はい、もつすごい、なんかコラーゲンたっぷりって感じ。うん、こんな感じです。プルプル、今日いただきます。いただきます。もつからいきたい。はい、もついきましょう。あ、いた、ちっちゃいけどいた。おいしい。甘くないですか。プルンプルンですね、うん、食感が甘い。プルンプルンとコリコリが、うん、同居してる、うんうん、あ、食感すごい。あ、結構この出汁もしっかりめの味ですね。濃厚だよね、うん、濃厚、本当に名前の通り濃厚豚骨、うんうん、これだけ野菜入れてても全然薄まってない感じ。野菜とも合う。いいっすね。なんかほっこりしますね。美味しい。博多行った時を思い出します。思い出すね。で、野菜にしっかりと味が染み込んでて、うんうん、めっちゃ美味しい。で、何気にこのごまとか唐辛子も美味しい、うん、うん、お豆腐に合う。うん、あ、ネギ食べよう。ネギ本当今ここがね、福岡、博多になってますねネギは斜め切りが結構一般的だと思うんですけど、こうやって、輪切りにしてあげるとトロトロがすごい楽しめるんですよ。煮るのはちょっと時間かかっちゃうんですけど、わぁ、美味しい。トロトロになってます。トロトロですよね。トロトロが楽しめる。なんか本格的な味じゃないですか、うんうんうん、ね、本当なんかお店で食べるような感じの本格的な鍋ですよ、うんうんうん、クオリティが高いですよね。
自分たちで好きな具材を入れられるから、今回私たちこれを用意しましたけど、ほんとキャベツでもいいと思うし、なんかキノコも違うキノコ入れても美味しそう。グツグツ煮えてます。うん、これは自販機クオリティとは思えない、うん、本格的な鍋です。ほんとですね。で、今回私たちが選んだのは豚骨醤油もつ鍋でしたけど、うん、種類がすごいいっぱいありますよね。うんうん、全国各地の鍋が食べれるっていうのがあるよね。で、あとこれ自販機だけじゃなくて通販でお取り寄せもできるから、うん、ね、すごい。ネットで注文もできる。うんうん、自販機で結城さんが4000円入れてるの見て、いや、なんかこんなに自販機にお札突っ込んでる人少ないなと思って。普通ね、100円とか200円とかだけど、お札でね、3000、4000円っていう、うんうん、自販機で3000、4000円って高いなっていう感じするんですけど、でも2人で食べに行ったら多分3000円じゃこれ収まらないし、うん、でしかもこれ多分もっとシェアできると思うから、全体的に言ったらこれだけ本格的な味が食べられて、で金額もそこそこ、そうそう、これで2、3人、3人ぐらいで食べるのがいいサイズなんで、うんうん、そしたら1人1000円ちょっとでね、ね、食べられちゃうから、しかもこんなに温かくて美味しいし、うん、ほんと今の時期すごい温まっていいですね、うんうん、みるみるランド持ち上げてきてこれから入れようと思ったんですけど、これなんか絵みたいじゃないですか、目と鼻と顔顔になってません、なんかおじさんの顔って感じしません？人面持ち、すごいびっくりなんです。しかもかなりいい感じの表情してません？誰かに似てるの？誰かに似てますよね。誰だろう。え、めっちゃこれリアリティあるんですけど、それ入れた途端顔歪んだら怖いよね。怖いね、あっちみたいなね。はい、顔お餅投入。いいな、これ、はい、お風呂に入ってるみたいじゃん。溺れてってるよな、溺れてって、おじさんが溺れてます。おじさんが豚骨スープの中で溺れてます。みるみるランド、じゃ餅そろそろいっちゃいます。ゆうきさん、おじさんあげます。おじさん、おじさんあげます。私は嬉しくないな、おじさんあげますって言われて。やったっては言えないね。やったって言えない。はい、じゃあお餅いただきます。はい、結構珍しくないですか、お餅。うん、いいですよね。でも最近ね、ゆうきさんがハマってるから絶対これ美味しいやつだと思って、いただきます。うん、伸びますね。うんうん、めっちゃ伸びる。うん、もちもちとこの濃いソース、うん、汁がすごい合う。ソース、ソースって言わないよね。鍋でソース、鍋で汁ですね。はい、スープすごい合います。うんうん、美味しそう。見た目美味しそう、すごい、うん、これいい。合いますか。うん、まあ、ご飯が合うぐらいだからね、当然もちも合うだろうね。これ新境地かも、美味しい。じゃあ僕もおじさん、うん、おじさん食べてください。うどんでも力うどんとかあるじゃないですか、あれも好きだからすごい美味しい。もうおじさんじゃなくなってるよ。何になってます。あ、でもかろうじてちょっとこの顔洗って、顔洗ってちょっと、うん、おじいさんになった。ちょっと年取ったね。おじさんからおじいさんに超美味しい。おじさん、いただきます。ゆきさんがいつも召し上がってる醤油もいいけど、これ絶対美味しい。スープとめすごい合うんですよ。めちゃめちゃ合う。あ、いいね、いいね。でしょ、豚骨もち。うん、体もすごい温まるし、うん、美味しい。これはいい、美味しい。うん、で、伸びるのが楽しくないですか。いいね、ビヨーンって。で、伸びたところにまたこのスープがついて、さらにこう味が絡まって、うん、これ今年のおすすめです。お家でやるときぜひ皆さんお餅を用意してください。お餅マストですね。うん、うん、うん、あ、すっごい合う。うん、きりたんぽにもちょっと似てる。あー、素材がね、うん、そうですよね。でもきりたんぽって伸びなくないですか。うん、伸びない。これの伸びがすごい。もうね、今日寒かったんですよ。だからすごい温まれて嬉しい鍋の季節ですね。12月に入って一気に寒くなったよね。うん、ちゃんと冬が来た。うん、うちの玄関出ると、あの隣の屋根が見えるんですけど、うん、その上に水たまりがあって、それ凍ってました今日。うーん、寒いわけだ。今でも暖房消してます。あ、本当ですか。本当だ、エアコンついてない。鍋はやっぱりね、暑くなるからね。うん、暖房いらないよね。ね、
これ餅美味しいな。ね、これはもう体すごい温める。餅なんか体温まりますね、うん、なんか味変もできていろいろ具材が変わるから美味しいのいろいろなタイプで楽しめていいですね。実は、うん、冷凍だったから結構すぐ食べなくても頼んでお家の冷凍庫に入れとけば食べたいなって思った時に、特にお正月とか、うん、もうなんかちょっとおせち料理とかもいいかなってなったらこういうの持ってきて食べるのもすごいし、今日なんかあんまりもうないご飯用意するの大変だなっていう時とかもこれ出して解凍して野菜入れればいいだけだからめっちゃ簡単。そうだね、手っ取り早いからね、うん、それでこの美味しい鍋が食べれる。そういい、ね、体も温まるし最高ですね。じゃあ締めのラーメンいきますか。いきましょう。はい、ちゃんぽん麺です。これ入ってたやつ、ドボン。美味しそうだな、この麺。これ絶対美味しいやつですよ。なんかね、麺入れてきたらこの泡見て、これすごい泡が出てきたんです。結構太麺ですね。ね、いい感じ、美味しそう。しっかりした麺ですね、うん、いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。ちゃんぽん麺かなりの太麺ですよ、これね、美味しそう。しっかり系、うん、絡みますね、すごい、うん、美味しい、うん、この絡み加減がすっごい合いますね、うん、すごい、ちゃんぽん美味しい。なんかお餅美味しかったけど、うん、ちゃんぽん麺美味しい、なんか本当博多に行った気分になれる。うん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 、美味しい。ラーメン滑走路にいるみたいな。本当ですね。あと中洲、うん、そっか、中洲の屋台ね、うん、そこも美味しかった。これは、うん、結構うちら博多福岡行ってるけど、うんうん、ポンコツ系って外れないよね。ねー、最初の頃ってもうだってラーメンばっかり食べてますよね、うん、毎日行くたびにラーメン食べてどれも外れがなくて、どこも美味しくて、どこも美味しかった。でもちょっとずつ違うんですよね、うん、いや、これは美味しい、うん、これおじやもやりたいですね。ね、なんかまだこれだけスープ残ってるから、うん、明日とかおじやも全然できちゃいます、うん、あ、締めの麺最高だな、うん、またこのごまとかチップのニンニクが合う、うん、ちょっと味に慣れてきた時にこうカリッとかしてインパクトありますね。結構この油が多いからオブラートに包まれたみたいになるんですけど、鷹の爪とかこういうちょっとインパクトのあるやつすっごい合います。なんか今の時代自販機でこれ買えちゃうのってすごいですね。すごい時代になりましたね、うん、思い立ったらね買いに行けるし、場所が限られちゃってるのであれですけど、こっちではオンラインで買えるので、うん、はい、ということで今回鍋するんで買ってきたお鍋を食べてみました。大満足ですね。ねえ、なんか2人前って書いてあったけど元でシェアできるぐらいの、でも3人ぐらいで、うん、余裕で量がありますし、うん、本当に本格的な味で美味しくいただきました。堪能できました。詳しいことは動画の下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画も良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter、Facebook、Instagram など SNS もやってますので、そちらも遊びに来てください。ではまた。